こんばんは。あら。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。お家帰ってきてご飯食べて今脱出島見てます。皮膚科行けた皮膚科、けど針行かなかった。結局自主練行って皮膚科行って針行きたいみたいな昨日話してたんですけど、そう、結局どこ行っていいのか分かんなかったのと、乾杯。あと主にちょっとワンちゃん金属アレルギー説があって、なんかあれかなと思って、武道館やった後でもいいのかなと思って今日は行かなかった。なんで今日は自主練と皮膚科だけできました。よく寝たって、寝たけど変な寝方しちゃってさ、昨日せっかくゆっくり寝れるっていうやつだったのに、昨日お風呂上がって洗濯も回してたんですよ。で、あ、終わるまで待たんなと思ってる間にまた髪の毛も乾かさずそのまま寝てしまって、で一回明け方起きて6時ぐらいに、うわっと思って6時ぐらいからお風呂入ってでして、ん？違うじゃん。あ、違う。ん？昨日どうやって寝たんだっけな。お風呂は6時に入ったんだ。だから昨日どういう形で寝ちゃったんだっけ。あれ、洗濯待ってて寝れないのって昨日だっけ。あれ、昨日も何してたっけ。あれ、何も覚えてない。昨日寝るとき、ただメイクとか落としてなくてお風呂入ってなかったんだよ昨日。で6時に起きて、そう、目覚めて、わ、やばいと思ってお風呂入ってってしたんだよ。あれ、昨日どうやって寝てたんだっけ。ほんでご飯食べてそう、ああ、え、何の記憶もないんだけど、怖っ。ショールームって私何時ぐらいにやったっけ昨日。遅かったって。あ、ほんと、そうか、昨日急いで読んだんだよね。そういえば、そうそう、12時だってなってランキングの方とかすごい急いで読んでたの昨日だったよね。そっからどうしたんだろう私。え、怖っ。何も覚えてないけど、あ、昨日の配信は寝起きやってた。はい。昨日新幹線で帰ってきて、
ご飯食べて一瞬寝たんだ。一瞬寝て11時半ぐらいに起きてショールーム配信してだ。それはね、ここで寝てたんですよ。このシナモンロールのこれを使って寝てて、でその後だよね。記憶もないけど寝たんだ、いつの間にか。じゃあ配信終わって、多分すぐ そうで6時ぐらいに起きてお風呂入って、そっからお昼ぐらいまで寝てでそっから自主練行って、そうで帰り際に皮膚科寄って帰ってきて、うん、とにかくよく寝れました。洗濯はどうなった？洗濯した、今日2回回した。今お風呂場に大量の洗濯物が干してあるよ。一瞬コインランドリー行こうかなとも思ったんだけど、ちょっとめんどくさって思った。お家に干せるだけ干そうと思ってる、うん、えらい溜まってたんだなって。めっちゃ溜まってた。もうこんぐらいもうこんぐらい山積みだった、マジで。洗濯も、変な寝方の話。あ、そうだから、そう1回目ここで寝て、その2回目はどこで寝たか忘れちゃったんだけど、6時に起きてこの布団の中に入らず、布団のこの上に乗ってこれをこうするっていう、わかる？挟まれて寝たんだよ。その記憶があれだ。その時に一回あれを回したんだよ、洗濯機を。でその6時ぐらいに洗濯機回して、その時のお家の予定は干して、でもう一回一眠りして起きたら、まあちょっと乾いてるかなって、でそれで取り入れてからあと残りの分の洗濯をしてしまおうっていう考えだったんだけど、でそれで待ってたんだ、洗濯機が回り終えるのよ、をその6時に起きた時に。でもその回り終える前に寝てしまって、だから昨日一回も電気消さなかったの、眩しいまんまで布団もちゃんとかぶらずに変な寝方してたっていうことをその話したかったな、うん、ね、ワンちゃんの着てるお洋服かわいて、かやね、今日初めて着た。でプレゼントでいただいたやつかわいいよね。かわいい。飲んだ。
次の飲み物持ってくれ。よっこいしょ。続きまして、今いっぱい飲み物ある冷蔵庫の中に。もう今日お休みだったからさ、皮膚科行った後帰ってくる時にさ、スーパー寄って帰ってきたの。今日ちゃんと自分でサラダ作ってみたの。偉くない？美味しかった。いただきます。スパーま、偉くない？でも生ハムもつけちゃったもんね。キュウリ入れて生ハムもつけて美味しかった。ご飯それだけ。いや、うん、サラダとサラダと納豆ときゅうりのぬか漬けとお味噌汁とひき肉とピーマンを炒めたやつ。白米なしか、うん、白米も食べたよ。でもあの、お椀半分でお腹いっぱいになっちゃった。白米漬物系苦手だ。あ、そうなの？むしろ漬物大好きなんだよね。そう、ぬか漬け大好き、浅漬けも大好き、こっちも大好き、うん、しば漬けが好き。しば漬けも美味しいよね。お弁当とかに入ってるしば漬け大好き。これ面白い、脱出自慢っていうテレビ、うんうん、こんばんは。あったかそうな服着てますね。そうね、あったかい。なんなら今これにこたつもつけてるからね。今ね、何度よ、23度もあるのに、もうこたつ使ってるのにし。もう冬です、私。まあ冬は大丈夫って。ね。本当に苦手なんですよ、寒いのが。本当にもうこれ以上寒くなってほしくない、本当に。今でさえ寒いのに。足が冷たくなるんですよ。北海道行けないって。いや、本当そうなんだよね。北海道めっちゃ行きたがるくせに寒いの苦手なんです。
私今日半袖で仕事行ったって書いてた今。マジ半袖は寒いで。うちはまだ扇風機つけてました。マジ寒い寒い。もう長袖か上着着ないと出れないんですよ。朝晩は寒いけど、そうだね、昼の時間帯はあれがちょうどいい。なんか動くと熱くならないって。まあ踊りは熱くなるけど、うん、感じかな。でも踊ってる時はレッスン上はクーラー効いてるし、うん、ただ外出るとって感じだな。眠っ、うん、明日朝早いの。明日から全部朝早い、武道館終わるまで。いやでもだからさ、今日本当に寝れてよかったマジで。スパラもありますね。そう、明日丸一日なの。朝もう朝から投資なんですけど、明日武道館の朝からお昼まで投資やって、そっからあの撮影があって、でその後シブパラで、そっから武道館のフリー。明日ね長いんだよね。うん、えらこっちゃ。うん、マジでだから今日奇跡の休みだったよねマジ。今日はもう寝るだけって。そうだね、今日はもう明日の準備、いろいろ明日持っていくものとかあるの、それの準備とかが終わってお風呂入ったらもう今日は寝ます。脱出島面白い。すっごい日焼けしそうだねこれ。すごい大変そうって思う。これ途中からテレビつけたらこれやってて見始めたんだけどさ、なんか休憩できる場所ないじゃんね、控え室とかさ。本当に尊敬でしかない。
土日なら絶対不機嫌になっちゃうんだろうなって思うからすごいなって思いながら見てたの。久しぶりにテレビ見た。でずっと暑いんだよ。でずっと一人になれないんだよ。絶対大変じゃん本当に。トイレとかさ大変じゃんこんな。お虫怒るとどうなるの。お虫怒ると喋んないし無視話聞かなくなるか分かんない。あんま怒んないから分かんないけど分かんない喋んなくなる多分。うん怒んない分かんない怒んないけどあんま。最後に怒ったの言っちゃった。いつだろう。わかんない。何分に終わるか。あ、もう9時か。5分までに終われるようにするわ。休みないことには怒らないの。お仕事に怒るって難しいよね。こらーってさ怒るのかさ。休みないことに対してはさ怒るっていうよりかは不満の方が不満っていうかさなんでってなるけど、こらーって怒んない。なんでなんとはなるけど。ひどくない？なんでってなる。でもこらーとはなんないよ。うん、ただ大西にはさ、それを言う相手がいるじゃない。そう聞いてみたいな。今日の休み8月ぶりやった、2ヶ月ぶりやったっていうさ相手がいるからさいいんだけどさ、これで吐き出すところがなかったらもうお主はもうとっくの昔にやめてしまってるんだろうなと思う。愚痴をねこぼす場所があるのでね私は。すごくないって言えるじゃん。おいし2ヶ月3ヶ月休みなかった。ね、だからコラーってなんないよね。なったことあるのかな。うん。スミナ氏は一流芸能人の証じゃない。そんなことないよ。そんなことないんだよ。人によるよね。休みなくてもいいからお仕事したいですっていう
方ももちろんいるじゃない、うん、人それぞれのペースがねあるからね。私は嘘つかれたらコラーってなるなんて。嘘つかれることあるのかな。そういう嘘って分かんないからな、おいしい。何言われたら腹立つんだろう、むしろ。うん。脇見せて怒る。後に踏み話でしょ。そうね、でも人多いとイライラするようにし全然怒んないけどイライラはよくするよ。人おおってちょっと早く歩いてもらっていいかなとかなる時も全然あるからね。なんか全然別にさ、みんな大西のこといい人って言ってくれるんだけどさ、全然いい人じゃないよ大西。もうちょっと早く歩いてよみたいな。そんな横並びで歩かんといてよ、抜かせるんやなるよ。なんか人混み多いの苦手なんです、イライラしちゃうから。ディズニーも、ディズニー行かないからな。グループなのに、確かに。でもグループでは全然そんなの感じないんだけどさ。全員知ってる人だからさ。うん。カップルにイラつくとか。いや、別にカップルだからイラつくとかはない。ただ早う歩いてってなる。私は基本買い物に一人で行くタイプなので、そう、あとスーパーとかだとさ、やっぱりみんな食品を見てるからさ、ちょっとその幅じゃ大西後ろ通れないんだけどなと思っても、こうさ、お構いなしの方とかもいらっしゃるじゃない。ってなる。今日それだった通れないなぁと思って違う通路から行った。通れないんだけどなぁと思って隣の通路から行った。うん。うん、すいませんって言う、声かけないの、私声かけられないんだよね。声かける時もあるんだけど、あ、すいませんって。うん。あ、時間になりましたって、ありがとう。本当だ、本当だ。じゃあちょっとそろそろ明日の準備してくるわね。都内のスーパーはそうなの、狭いんだよね、そもそもの通路が。大西の奈良の田舎のスーパーの通路はめだらっぺろよ。そう、都会のスーパーはね、通るスペースがさ狭いからさ大変なんだよね。その通り。ということで、じゃあランキングの方はうちの方から呼んできてと。
思います。いきますよ、いきます。1位よちゃんの言う大文字大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がサドチャットマーク小西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が黒芝のりこ店さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がトシちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がカッキーアットマーク小西軍アットマーク渋パラテーマ明日14時までさん、ありがとうございます。イエイ。そして、ラスト13位がゆみたん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございました。ということで今言ってくれたんですけど、渋パラ明日あります。ぜひ、そう、卒業発表してから初めての、そう、渋パラだったので、ゲストはちょっとね、そう、セリちゃんにしました。そう、たまたまなんですけど、毎回10月はなんかセリちゃん呼んでるような気がする。1年に1回呼びたくなるのかな、セリちゃん。はい、ということで、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、気ないですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、バイバイ、ありがとうございました。